割と、不母懇談会なので、まあ、ある意味当然だと思うんですけれども、まあ、学長も今日いらっしゃってたんですよね。学長がいらっしゃっていて、何回か、あの、キャンパスの中でお会いして、一、二回目かな二回目かなにお会いした時はね、学長が中央棟の1階の、あの、通路が交わるところわかりますそのあたりにいらっしゃって、僕が、 えー、中央島の外、東島側の中央島の外で、あのー、あの自動ドア2枚の外側でもう少し自動ドアが開くところぐらいかな、にいたんですよ。で、あの、あまあ、僕はもうその学長に関してはマニアなので、その、こう、こう目線の先に学長がいらっしゃるのがた分、で、学長はこっちに向かって歩いてきていらっしゃるというところで、まあ、とりあえずこういう、こんな感じの、 あののの気づいいいてますよみたたな感感じじでこういう感じのこううとしたのねそしたら学長が手にねなんかねプリント穴が持ってたんよ手にプリントの穴なんか持っててそれをこうやってちょっとだからなんていうの手,手を振る手を要するに手を振ってくださったんだけどもその手だけじゃあのちょっと伝わらないかもしれないと思ってこうなんかこう丸めてこんな状態でこんななんて振ってくれてちょっと笑ったな <laughs> <laughs> なんかもう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 ありがとうございますって感じなんですけどもでその後であの父母婚段階でいくつかのそのブロックがあるんですよブロックってのはその時間的なブロックでまあ全体会パートみたいな学部学科パートみたいなのがあったりしてそのえー、休み時間だったんじゃないかなと思うんですけれどもあのー まあ僕がいて、学長がいて、副学長がいて、学部長がいて、みたいな感じで何人かで、まあ、雑談してたんですよね。雑談していた中で、で、まあ最初は僕と外国語学部長だけで話をしてたんですよ。で、これなんで名前出していいかっていうと、この後の内容っていうのは、えー、ネ,ットネットを検索すると出てくる範囲なので、出て、ああ、もう出てこないかな。 まあ、とにかく、えっ、ー、と、過去に、えー、インターネット上に公開されてた情報なので、知り得る情報なので、まあ,あの、ほぼ名前を出しましたけれども、まあ、あのー、要するに、僕がですね、ある植木のお世話をしてるんですけれども、それがなかなかうまくいかなくて、まあちょっと、まあ、困ってますじゃないけれど、っていう相談を、その、えー、外国学部長にしてたんですよ。で、なんで外国学部長にするかっていうと、外国学部長はサボテン好きなんですよ。 で、サボテンをめちゃくちゃ育てていて、で、そのサボテンのすっごい美しい写真を撮るのよ。で、それを、えー、あるところにアップしてたのね、コメント付きで。で、それがね、すごい好きだったんですけど、それちょっと今、お休みしちゃってるんですが、まあ、そんなのがあったんで、 ま、その、植物の栄養はどうしたらいいんですか費用か。肥料とかどうしたらいいんですかみたいな話をしていたら、学長と副学長いらっしゃって、で、その、外国語学部,学部長、副学長、学長が全員同じ肥料を使っていて、なんか、まあまあ確かに見たことあるんだけど、このなんか緑のチューブみたいに入っていて、こうやってプスってやって、プシュって刺すといいというやつで、で、なんか話を聞いていたら、学長もサボテンを育てていると。 んで、それが柱サボテンっていうさ、こう、こう、まっすぐビーって伸びていくタイプの、細いのが、細い、このぐらい、このぐらいっていうのかななんかこうやって伸びていくタイプのサボテン。柱サボテンって、まあ、あれ、か、ジャンルなのかななんていうか、カテゴリーっていうか、こう、固有名じゃないのかもしれないけども、まあ、ね、まあそういう柱サボテンっていうのがあって、で、それを育てていると。んで、それが、もともとなんかこれぐらいのテーブルの上に乗っけて、こう50センチぐらいですかかなんかだったやつが、今床に置いて、 手届かなくなるぐらいまでバーン伸びたんだっていうのを聞いてちょっと笑ったな。<laughs> なんか、それ家の中にあるらしいんですけども、お家の中で育ててるらしいんですけれども、<laughs> なんかあの、 なんていうのかな。でしかもそれを、その柱サボテンは育て方が難しいみたいなことを、あのー、外交学部長がおっしゃっていて、外交学部長もその柱サボテンを育ててるらしいんだけど、それがなかなか伸びないかなんかだったのね。で、学長に言わせると可愛いがりすぎなんじゃないのって言って、ちょっとおもろかったな。だからその水とか肥料やりすぎなんじゃないかっていう。なんか学長はなんか忘れた頃にお水をあげているとかおっしゃってたけれども。 ねえ、なんかね、こう皆さんその観葉植物みたいなのをなんか育ててるっていうことだったんで、ああ、なるほど、みたいな感じでね。僕もそ、なかなかあんまりそういう植物とか育てて、育てるの得意じゃないんですけれども、ちょっとほっこりしましたね。学長が柱サボテン育ててるっていうのが <laughs>、すごいツボだったな。っていう、あの話です。ほんじゃあまた。